ボンネットバス1945年、ボンネットバスは、バスの形態の一つで、運転席より前、客室外のフロント部にエンジンを設けた構造である。現代のボンネットバスの一例、ブルーバードビジョンバスにおいては、古くから存在する形態である。この構造では、エンジンの保守、放熱と客室の安静化に効果があるが、エンジンの上も、 客室として利用可能なリアエンジンバス等と比較するとボンネット部の空間は単なる危機スペースということになりその分輸送効率は低下するしかしボンネット部が衝突事故の際の干渉作用を担ってくれるため乗務員の安全性を確保する上でも利点があるまた騒音や振動の面でも有利である先進国の多くではボンネット型イコール級式の イメージがあるが、アメリカでは大型トラックに見られるようにボンネット型が好まれる。傾向もあり、現在も新型車の開発と生産が続けられている。スクールバスをはじめ、軍、国家機関や州政府などにも採用されているほか、中南米やアフリカなどに輸出されている。1950年代頃までは大多数のバスがボンネットを持った形状であったため、 ボンネットバスの故障はなかったが、キャブオーバーやリアエンジン車の台頭とともに、それらと区別するため、ボンネットを持った形状のバスは、ボンネットバスと故障されるようになっていった。なお、民間においては、ボンネットバスを、花高バス、箱型車体のバスを、美、ペチャバスと称する地方もあった。日本においては、大量輸送時代とともにボンネットバスの導入例が減少し、 1971年には量産タイプのボンネットバスの製造は中止されることになった。しかし、製造中止後もボンネットバスは山間部の路線を中心に使用されていた。ボンネットバスの特徴は、その構造上、前輪が運転手より前に位置していることである。そのため、山間部の境外道路に巨人化された境外路線では、運転手が路肩の位置を把握しやすく、 そのことが運転のしやすさにつながっていた。また、昔の山間部の集落においては、通常の箱型車体では、オーバーハングとなる前頭部が民家の軒に支障を来すケースもあったが、ボンネットバスでは軒下にボンネット部分をくぐらせることにより通過可能であった。このため、ボンネットバスを箱型車体のバスに置き換えるにあたっては、 バス会社が民家にお願いして、のを切り詰めてもらったという逸話もある。しかし、これらも道路の整備とともに改善され、ボンネットバスである必然性は失われていった。なお実際の小回り性能は、全長に対し、ホイールベースの比率が小さくなる、箱型車体が有利である。1982年には、高尺交通の1984年には、 呉市交通局の路線車が運用から外れたことで定期運用されるボンネットバスは一旦日本の路上からは消えることとなった。期間限定の運行では岩手県北自動車が松川温泉線で現当期のアイスバーン対策として四輪駆動のボンネットバスを路線バスとして運用している。その一方で1970年代後半以降は観光路線において 目玉車両として運行する例も登場する。その講師となったのが、1976年6月より運行を開始した東海自動車の伊豆の踊り子号である。以後、観光用の路線バスとして運行されているものが増加していくことになる。最後までボンネットバスを製造していたのが伊鈴だったため、現在残っている車両も伊鈴車が多い。また、1987年に、 高下電気鉄道で運行を開始した日野 BH15 型はバス利用促進のための話題作りとして廃車になっていたバスをレストアーしたものでダイヤ限定ながら通常の生活路線で利用されていた高下電気鉄道での運行終了後は日野自動車の企業博物館である日野オートプラザで保存車両として展示されている以後廃車になっていたボンネットバスをレストアーして 営業運行に使用するケースも参見されるようになっているが、これには高度なレストア技術を持つ福山自動車、時計博物館の功績も大きく、同館経由で入手した車両が非常に多い。しかし、いかに観光用としての保存車両とはいえ、営業用として運行する以上、排出ガス規制から逃れることはできない。また、製造中止から相当な年月が経過し、部品の確保も、 困難となり、運行継続が困難となった。このため、高下電気鉄道のボンネットバスは1993年に運行中止、その後も西東京バス、夕焼け小焼け号のように、ボンネットバスの運行を終了するケースが多くなった。その一方、神戸市交通局、神戸交通予号のように、排出ガス規制に対応したトラック用のシャーシをベースにして、 ボンネットバスのレプリカを作成したり、バンダイトートバス、森の熊さん号のように、配色用油を原料としたバイオディーゼル燃料を使用して、環境に優しいバスをアピールする方策も見られるようになっている。なお、小別コ通用号については、2006年に CNG バスへの改造が行われている。また近年では、マイクロバスをレトロ調、ボンネットバスとして仕立て上げ、 定期観光バスなどに使用されるケースも多数ある。詳細はファンタスティックバスを参照のこと。いわゆる一般的なボンネットバスの概念からは外れるが FF ミニバン系のコンポーネンツを利用した超低小ミニバスも構造的にはボンネットを持つ車両である。欧州のバス製造メーカーを中心にこの形状が採用された。オムニノーバマルチライダーや クセニッツなどのボンネットを持つノンステップミニバスは多くの FF 車と同様フロント部分にエンジンを横置き搭載している。これらの車両は使用目的が地域コミュニティ路線向けであることから必ずしも大量輸送に最適化されている必要はなくバリアフリーの観点から乗降性を優先しこの構造が採用されている。フォルクスワーゲントランスポルター メルセデス・ベンツ・スプリンター、PSA のボクサー、ジャンパー等のディバリーバンをベースとして改造し、超低床バスに仕立てて販売されている。主な車種として、クセニッツ、オムニノーバ・マルチライダー、ヒノ、ポンチョが挙げられる。1990年代後半から2000年代前半に多数のコミュニティバスにおいて導入され、その多くが日本国外メーカー製であったが、 不安定な自動車ディーラー網などが露呈したことや、日野、ポンチョや三菱扶装、エアロミディエムリーなど純日本国産のボンネットを持たない小型ノンステップバスが登場したことによって、そちらへの置き換えが徐々に進行しているため、ボンネット形状を持つ車両の採用が前言しつつある。ありがとうございます。